今回は新型アクアのアドバンストパークという自動駐車機能を紹介していきます。足をかけ取ってくださいね、はい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 、今も自動で前進します。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV ボカネズミことイビキンです。今回は発売したばかりの新型アクアに試乗してきました。非常に乗り心地も良く良い車でした。安全装備も充実していました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。これもアドバンストパークもついてるんですよね。はい、ついております。これも試すとかあるんですか？もう駐車場空いてるところでしていただければと思いますので、はい、はい、ぜひじゃあお願いします。体感してやってください。よかったら、はい、こちらの駐車場を使っていただいて、はい、これをどういう感じでやったらいいですか？そうですね、じゃあ一旦向こうから、横に行っていただきまして、まず初めに駐車したい場所の中央がほぼ真横に見える位置に車を止めます。ここに止める感じですか？はい、はい、車を止めたらメインスイッチを押し、マルチメディア画面に駐車可能なスペースが表示されたことを確認します。押すとこっちなので、ここですね、ここにじゃあ止めますよと、こっちですね、こっちに止めますよっていう。今これ赤い車がここあります。そうです、ここに停めていきたいと思います。それではアドバンストパークという自動駐車機能を使って駐車していきましょう。今ここに停めるんですね。こちらです。あ、こちらですか。ここに枠があるの分かりますか？あははは、あ、青になってる。そうです。これがしたら、はい、こっちをするとこっちになりますね。あ、枠ないけど、はい、ははは、そうです、そうです。ここは何もないけど、一応なんか止めよう思ったらこの向きになる。はい、ははは、なるほど。ここじゃなしに、ここですね。はい、そうです。こちらを止めますよ、はい、ということになります。はい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 、で指定をします。その後に開始を押すと前進します。ブレーキまだ踏んどっていいんですね。発進するにはブレーキを離してください。はい、ブレーキを踏んでください。発進するにはブレーキを離してください。今ハンドル離したからダメだったんですね、おそらく。前進します。あ、このままも話していただいて大丈夫ですか？これもはい、このまま大丈夫です。はは、一応念のためブレーキには足をかけとってくださいね。はい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 、今も自動で、前進します。これで何回か調節をします。交換します。アドバンストパークを終了しました。でここからは最後まで入れてくださいねっていう風に、あ、自分で、はい、ということは R？ そうです、 R ですね。ほど速くなったと思うんですけれども、物が近づくにつれて音は速くなっていきます。その速さで危険度を知らせてくれてますの でピー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 からピー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 っていう風に最終的になります。音が速くなるにつれて物が近づいてきてるよっていう風になります。すごいな。柱、はいはい、そうですね、はいはい、この充電器があるんですけれども、はいはいはい、こちらの充電器に反応して音が近
近くなってきてるよ。あとはここでも見ていただけるんですね。ここ一番今壁に向かっては遠いんですけど、うんうん、ここのものに対してはどれよりも1段階ちょっと早めになってますよっていうので、先ほどのように音が速くなってます。こういったところでもどこが近いのか、どこの部分が接触しそうなのかっていうのが分かりやすく出ておりますので、しっかりと駐車ですね、バックでもあとは前からでもしっかりと止めていただけるようになっております。すごいですね。はい、これはオプションなんですね。これもこれオプションですね、もちろんね。そうです、こちらはオプションになります、ね、こちらをつけていただくと自動的に360度見渡せるカメラがついてきます。こちらを選ぶことによって勝手についてくるよと。でこのナビ自体はもう標準で Z グレードついております。であとは地図を入れるか、このナビの中に地図を入れるか入れないかだったりとかで変わってくる。あとは先ほど見ていただいたこちらの CD、DVD デッキをつけるかつけないかっていうので変わってくるよっていうふうになっております。すごいな、はい、これがすごいね。一番そうですね、こちらはですね、うん、もう本当にあの性能良くなっておりまして、もうだいぶ前の段階プリウスとかにもあったんですけれども、プリウスは何回も何回もやっぱ切り返し切り返しで、結局自分で入れた方が早いっていう風になってたんですけれども、だって操作しなくていいですもんね。そうなんですよ、ヤリスの場合確かこれだけいるんですよね。確か自分で何かしてくださいって出るから、はい分かりましたってする感じですね。そうです、そうです、ヤリスもあのだいぶ性能良くなってるんですけど、いいんだけど、うん、そうなんですよ、操作ね、いりますよね。はい、すごいな、これが一番すごいな。そうなんです、そうなんです。ここはやっぱ感動ポイントの一つですね。シートヒーターはこれを革にしたらついてきますね、はい、そうです、合皮にしていただければ。クーラーはついてないんですか。シートクーラーの方は、はい、シートクーラーの方はついておりません。ハンドルヒーターはついてない。ハンドルヒーターもですね、あの、はい、合皮にしていただくとシートヒーターとあとはハンドルヒーターとつくはずです。クーラーだけがない感じですね。そうです、はい、クーラーだけがない感じです。助手席はどうなるんですか。助手席は自動になるんですか。パワーシート自体はですね、運転席側の設定だったと思います。これはカラーヘッドアップディスプレイは、こちらはあの、うん、Z グレード、 Z グレードメーカーオプションでプラスになります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。新型アクアのサイズは全長4050、全幅1695、全高1485となっています。これはアルミホイールですね。これははい、そうです、アルミですね。また16インチですね。メーカーオプションでアルミをまた変更することも可能なので、うん、デザインとしては標準で付くのはこちらになります。カタログは確かオプションのあれでしたよね。あ、そうです、ね、そうです、はい、16インチの光るとこんな感じですね。あ、かっこいいですね。はい、ということで新型アクアのアドバンストパークという自動駐車機能を紹介してきました。こちらのヤリスクロスはヤリスクロスハイブリッドの G グレードになります。パノラミックビューモニターになります。車両情報から見たような映像を見ることで安全の確認ができます。こちらはシースルービューモニターです。車両を見透かしたような周囲を確認することができます。これはオプションになります。そしてヤリスクロスには最新機能のこちらのあれがついています。こちらを試してみたいと思います。アドバンストパークという自動駐車機能を試してみます。なんとなんとアドバンストパーク121,000円がついています。まずアドバンストパークするにはシートベルトをやります。まず D にします。ここに入れたいと思います。D にしたまま P を押します。画面はこのようになります。開始をします。発進するにはブレーキを離してください。ブレーキを離します。Z
前進します。自動に前進してます。ブレーキを踏んでください。シフトをリバースにしてください。発進するにはブレーキを離してください。交代します。自動で行っています。自動です。ハンドル勝手に動いてます。うわ、めっちゃすごい。シフトをパーキングにしてください。アドバンストパークを終了しました。完璧です。ヤリスクロスのアドバンストパークは最新機能です。これはアルファードよりも精度がいいそうです。最新機能が搭載されています。完璧に中央に入っています。これでバックが苦手なあなたも安心です。ということで、今回は新型アクアヤリスクロスのアドバンストパークという自動駐車機能を紹介してみました。